プラクティスアプローチプレイ。インパクトポストインパクト一ポストインパクトに制御された衝撃実演とはアメリカ航空宇宙局と連邦航空委員会が共同で行ったボーイング七百二十の衝撃実験である。NASA は FAA と共同で大型機が墜落した際の衝撃による生存性を調査するためボーイング七百二十を遠隔操作で操縦し制御された。 衝撃実演を行った。シドプログラムは1984年末にカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地にあるドライデン飛行研究センターによって指揮された。シドの目的は着火しにくい燃料を使用することで衝撃に伴う因果の被害を抑えることとされる。FM-9 は分子量の大きい調査高分子でジェット A 燃料に添加することで 切りかしにくいケロシンアンティーミスティングケロシンになる。ANK は有用性が衝撃試験において認められつつあった。ANK の研究はラングレイ研究センターで1984年12月1日の最終飛行までダミーが取り付けられると FAA によって準備に4年以上費やされた。ANK はガスタービンのフィルターを詰まらせるなどいくつかの解決すべき。 問題点を抱えていたために、すぐには導入されなかった。また、a 遠系は、エンジンの性能を低下させたので改造が必要だった。NASA のドライデンによって、B-720 は、遠隔操縦の無人機として改造された。1984年12月1日、ボーイング720は、遠隔操作で、エドワーズ空軍基地から離陸し、2300フィートまで、 上昇した。同期は NASA の研究パイロットであるフィッツヒュー・フルトンが操縦し、燃料タンクは7万6000ポンドの永遠計燃料で満たされていた。エンジンの始動時と衝撃時までは改良型ジェット A 燃料を使用した。試験のために改造された滑走路へ墜落させた。墜落後、機体から出火して1時間にわたって燃え続けた。これにより、 ANK の研究は振り出しに戻ったが、極めて重要なデータが得られた。ありがとうございます。